第4試合アンダー60キロ初代王座決定トーナメント1回戦第3試合を行います。アポナー170センチ、 59.7キログラム、 フランスクラブ CS ガリーバラッジ。フランスの弾丸ガリーバラッジ。アポナー167センチ、 60キログラム、日本藤原チーム。山本正弘。ついに時代が追いついた、スピードマスター山本正弘。さあ中村さん、はい、前田プロデューサーはこの山本正弘が本命ではないかという言い方をしていました。そうですね、本当にもう実力軽減すべてこう山本正弘選手がすごく抜けてると思うんですけど、ちょっとこのガニバラジがくせ者というか、本当にこう一発で倒せる武器を持っているのと、この身体能力の高さ、あとこのもう見ても分かるとちょっと手足の長さとかちょっと日本人にないあの体型もしているので、このくせ者というかこういう相手を山本選手が攻略できるのか、もしくはこのバラジ選手がこうごちゃごちゃにして勝ってしまうのか、ちょっとその辺ちょっと読めないですね。関根さん、1回戦山ですね、山本正弘。そうです、ただ山本選手はあのキャリアが豊富なんでね。確かに、あと去年よりも体締まりましたね。そうですね、はい、状態いいんじゃないですか、山本選手。さあ第1ラウンド始まりました。右足前のサウスポーの構え、こう手をこねるような独特の動きです。まあ、藤原イズム、そして小林聡からもこう厳しい練習積んできたという話です。山本正弘に対して前蹴り、この身体能力の塊、体を見れば分かるグアニーバラッジ。マサトさんとのバラッジ、すごい体してますね、はい、すごいですね。なんか一見あんまり綺麗上手に見えないんですけど技は、ただこの選手はやりにくいですね、多分怖いですよこの選手、うん、本当なんかサバットの試合でもこうパンチでこうバンバンいくような選手だったんですよね、はい、中村さん、サバットっていうと足技ですよ ね、 そうですね、どっちかというとこううまくこう距離取って蹴りで試合組み立てるそういう競技なんですけど、うん、ちょっとその中でも異質でしたし、なるほど、効果練習のミット打ちとかこうシャドウとかでもなんかちょっと変わったというか、他にいないような動き方してたんで、そこは正弘歩選手もどうこうアジャストするか、ちょっと時間かかるんじゃないかなと思います。左、まあ、とはいえこれが64戦目、関根さんおっしゃる通りその経験ですよね。そうですよね、ちょっとローブローがあったか。ただ64戦目でもなかなかこういうタイプっていうのはあんまりいないと思うんですよ、中村さん、改めてですが、はい、山本正弘選手はもう世界の頂点にも立ってるんですよね。そうですね、過去にハビレールなんですに、スペインで戦って勝って、招待団体のベルトも持ってますし、まあ、カリム・ベノイにも勝ったことあって、はい、本当に結構外国人選手は名前知ってる選手なんですよね、山本正弘っていう名前を。そうみたいですね、はい、まあ、11月のフランスでの戦い、浦部晃也選手が行って、やっぱり周りから聞かれるのは、お山本の国なのかから来たのかって言われると、はい、いやでも本当間合いが違いますね、リズムも遠い前ですか、届いてくる懐が、懐が深いですよね。関根さん、山本選手が左ミドル放ってもその距離でパンチが届いてくるんですね。そうなんですよね、バラッジ選手でもちょっと首細いんで、パンチには打たれ弱そうなんですけどね。これやっぱりこの距離はバラッジの距離ですよね。山本選手ももっと近い距離で戦いたいですね、うん、入れないか、なかなか入りにくいと思いますね。前蹴り、こうご覧の背中、そして筋肉、なんと昆虫みたいな体、筋肉をしています。おー、ミドル、はい、出てくる、この距離、サイドフックです、届いていないか、リードのジャブから入れない。第1ラウンド残り10秒を切ります。トーナメントの1回戦第3試合です。前蹴り、うっと近い間合いです。さあ K-1 ワールドグランプリアンダー60キロ優勝候補とも言われる山本正弘登場。しかし相手は身体能力の塊、グアニーバラッジです。
すでにレジェンドと呼んでもいい日本の山本昌弘、トーナメント1回戦第3試合に登場しています。第1ラウンド対戦相手のグアリーバラジとの戦い、続いて第2ラウンドを迎えます。さあ正人さん、1ラウンドの印象、2ラウンドに向けて教えてください。1ラウンド、まあ、山本選手からするとまあちょっとやりにくいなとは思ったと思うんですけど、そこはベテランなんでこのラウンド何か見つけてポイントを絞ってくるかなっていう気がしますけどね。関根勤さん、その対応力も武器ですもんね、はい、そうですね。しかしこのバラジーくせ者ですね、スピードありますね、うん、うわこれです、怖い。この右ストレート結構強いんですよね。中村さん、はい、一階級上の山崎選手を下してるんですよね。そうですね、まあ、山崎選手も、まあ、ゲイオフェアテックスが倒せなかった相手ですけど、それをそのバラジーは倒してますからね、なるほど。ボディ、面白い攻撃です。ただあの山本選手は試合の前に話聞いた時にもこうあまりこう相手の情報とかこう入れずに実際戦いながらこう自分のこう動きと合わせて攻略していきたいってことを言ってたんで、なるほど。そういった意味で1ラウンドがいいこう布石というか情報を入れる時間になってるといいですけどね。山本選手、このローキックいいですね。ああそうですか、これ ローキックにちょっとポイント絞ってきたんじゃないですかね。意識して蹴ってるんですね、うん、左入れた、もう一つ右、すごい対角線の攻撃、ちょっとバッティングもありますが、カウン右、これが怖い、打ち終わりの後、うわこれ速い、左ガードはしているがボディが顔面と振ってくる、わ見えています、見えています、見えてますね。うわ抱えるようにボディ足をすくっていく、山本雅弘は話しました、この対戦相手バラジはリズムではなく野生で戦う、感性で戦う、突拍子もないところから飛んでくるパンチでも正面からぶつかることなく数学的な戦いをしたいと話しています。うわ飛び坂打ち下ろし、左お互い怖い、左のフック、さあこれが怖い、コーナーに詰められた、松田どうなんですか今は。いや今バラジ僕が聞いたように見えましたけどね、でもうわパンチが前蹴り流れたところストレート食らってしまった、山本ショートアッパー、さあ剣が峰に差し掛かった山本昌弘、勝てるか、自らの適正体重60キロでようやく世界の頂点、しかし苦しむ、でもバラッチも効いてるし山本選手もお互い効いてますよね。そうですか、おそのまとびの膝、いやしかしバラッチ今の膝は見えてなかったですよ、キック左、しかしバラッチ振ってくる、危ない、いや関根さん怖いですね、すごい試合ですね、それだけタイプが違うのに、いや素晴らしい試合だ、出てきた山本、左ハイキック、うわすごい、中村さんどう見てるんですか。いやあの山本選手はあの飛び座とハイキックは必殺技なんですけど、あれ当たってもちょっとバラッジがまだそこまでこう効いた素振り見せてないのがちょっと不気味ですよね、さっきのその場飛びの膝も完全に入ったかと思ったんですが、その後パンチハイキック、しかしすぐ右を出してくるバラッジ、バラッジ下がらない、お互い我慢の戦いか、うわこれクロスになると怖い、うわ第2ラウンド終了、関根さんどう見ました。素晴らしいですね、もうあとカウンター入れてほしいですね、山本選手ね、あのバラッチが向きになって出てくるところね、松田さんそれどう考えますか。いやでもあのバラッチからするとあそこの距離から膝蹴りが来ることは予想してなかったですよ、あれはびっくりしてましたね、ですね、これ赤コーナーには小林野良犬こと小林聡さんがセコンドついています。これそのシーンですね、左フックもありました、この後かな、その場飛びの膝、中村さんどう見ますか、はい、次のラウンド。そうですね、まあ、マサイル選手、山本選手のこう攻撃が結構当たってるんで、まあ、バラッチも嫌だと、もしくはダメージも残ってると思うんですけどね、ただなんかあのいきなり打ってるの右のストレートとかがなんかまだ怖いですよね。やはりただものではなかったグアニー・バラッジ、山本昌弘、やはり1回戦これ大きな大きな山です。変則的な空手のキックストレートきた、ミドルハイです、うわすごい、いやあのバラッチのパンチ怖いですよ、うわー作っていく軸足、もうパーツそれぞれの長さが違いすぎて、た
ただこの試合もやっぱ削り合いになってきますよね。バラジももらってますしね、山本もはもらってるし、はい、うわー、ハイキック危ない、追っていく山本、前蹴り来る、本当いろんな角度から来ます。うわ、よく見えていた、今は左ハイキック。中村さん、でも本当に山本正弘っていうのはこう体重無理にちょっとね重い階級チャレンジしたりいろいろ苦労してきたんですね。そうですね、今回も60キロっていう階級をこの K1 で盛り上げなきゃいけないっていうのをすごくこう言ったのは山本選手でしたからね。振ってくる、しかし荒っぽく振ってきます。グアニーバラジ、またスイッチしたか、バラジ、うわ、足すくってくる、いろいろやってきますね。うわ、右左届いたか、関根さんもらってますね、少し。うわー、すごい近い間合いでも打ち合う。最終の第3ラウンド、残り1分30秒になります。山本選手、ね、でもあの最終ラウンド強いタイプなんでね、期待したいですよね。あと結構あの首ひねってこうパンチを受けるのとか山本選手得意なんですよね。飛びた、うわ危ない、うわ顔面一つもらいました。中村さん、でもこれに向けて小林さんに相当こう鍛えられたって言ってましたね、はい、スタミナ、まあ、あ膝、ちょっとボディ効いた、ボディ良かったですね。さあまだ時間もある、今までにないぐらいこう練習してあのスタミナもついたっていうことで言ってたんで、まあ、この体つきにも出てますよね、山本選手、ね、締まってますよね、はい、その成果なんですね。マサトさん、でもこれ明確なこうアピールが欲しいですね、そうですね、うわー軸足払われた、これ相当疲弊しているか、追い込んでいく、体振りながらボディー、パス、先ほど聞いていたボディー見逃しません、ボディーいいですね、うわー顔面に膝が押し込んで前蹴りボディー、遠い前ミドルキック、パーリングで流して前出てくる、救ってくるが山本、頭振りながら前に出る、残り20秒、ローキックです。この バラッチからするとあのこの山本選手がどんどん前に出てきてどんどん手出してくるのが多分すごく嫌だと思うんですよ。組んでのこう蹴りを今注意いいですかね。あ、鼻も出血がありますね、鼻から山本のパンチが入っているということで膝かもしれません。もう残り時間がほとんどありません、少なくなっています。右足前サウスポーの構えは山本正弘、飛び込んでくる、膝、二段ボディ効いた、ボディ効いてる、効いてる、うわー完全に効いていたが、ここで3ラウンド終了です。判定に入ります。中村さん、はい、判定ですね。そうですね、まあ山本選手やりづらい中でも要所要所こう自分の攻撃まとめて、まあ、あのボディ攻めだったりと顔面膝だったりでこう効かせる、うん、山は作ったと思うんで、まあ、それがこう判定どうなるのかなって感じですよね。そうですね、なるほど、まあ、そういう部分はしっかりこう逃さない山本正弘。さあ今ジャッジペーパーが集計されています。勝てば準決勝進出、負ければその時点で終わりです。集計結果をお知らせいたします。ジャッジ友岳29対29、ドロー、一人目ドロー、うん、ジャッジ豊永30対29、赤山本1ポイント差、山本、ジャッジ千葉30対29、割れた、赤山本、山本雅弘30対29、2対0、苦しみました、しかしこの1回戦の山を越えた山本雅弘、準決勝進出。関根さん、はい、苦しみましたけどね、やっぱりベテランですよね、やりにくい相手を3ラウンドはやっぱり押してましたからね。確かにそうでした、さあそのスローシーンもあります。マサトさん、どう映ったんでしょう。いや、本当3ラウンド関根さんの言う通り、自分のペースに持っていきましたね、あと2ラウンド目の膝蹴り、あれがポイントを取ったんじゃないかなっていう気がしますね。なるほど、いやこれ怖かった、1回戦の山を越えました、山本正弘準決勝進出、3人目を決めています。さあ残るベスト4の椅子は1つです。